どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東海北陸ブロックの静岡、愛知、岐阜、三重、石川、富山の2020年度の問41から問50までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問41番です。字および字質要約に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは5番が正解となります。 A なんですけど、肛門は、いやごめんなさいね、肛門はじゃないですね、肋骨は、ごめんなさいね、肋骨は肛門に存在する、細かい、血管群が部分的に、拡張し、肛門内にイボ状のということで、これイボ痔の話をしているんですが、肋骨はこれ切れ痔になります。なのでイボ痔はこちらですね、自覚の内容となりますので、この記述はですね、自覚の記述となります。はい、ということで、字については自覚、烈行、それから自老という、3種類あります。いわゆるイボ字、それから切れ字とか避け字とか言ったりしますけど、そういったような字もありますので、なのでしっかりと字の種類、どんなものでどこの部位にできるのかな、どんな感じになるのかなというところをしっかりと、確認しておいていただきたいと思います。はい、ということで A は誤りですね。そして B、C、D は正解なので5番が正解となります。では次行きましょう。問42番です。第1欄の記述は、泌尿器予約として用いられる漢方処方製剤に関するものである、該当する漢方処方製剤は第2欄はどれでしょうかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。で、まず、いろいろ見ていきますと、体力中等度以下で疲れやすく、四肢が冷えやすい、尿量減少し、はい、ここですね。はい、確認していただきたいんですけど、はい、まず、疲れやすいというところ、疲れやすいというところですね。はい、さらに、四肢が冷えやすく、そして尿量が減少し、はい、ここのところしっかりと確認しておきましょう。キーポイントになります。四肢というのは、腕、足の、体を支える4つの、支えですね、四肢となりますので、腕とか足、特に、この答えの1番の五者腎気丸は、下半身の冷えとかにですね、すごく下半身の冷えでむくみがすごい、下半身強いですよ、そういった方にですね、通常使っていくんですけど、なので下半身がとかっていうところはあまりありませんので、はい、ということで、この疲れやすく、四肢が冷え、そして尿量が減少というところに当てはまるのは一番の五者腎気丸になってきます。あとは貯冷糖、陶器、芍薬酸、葛根糖化繊球真意、十味配毒等は、これ別のまた該当するところになりますので、このところでしっかりと見極めていきましょう。ということで答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問43番です。婦人薬及び月経などに関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。B と C 正解ですね。A なんですけど、月経前症候群は月経の約10日から3日前に現れ、月経開始とともに消失する、腹部膨満感、そして、頭痛とか乳房痛などの、身体症状が現れるが、精神症状は現れないよ。そんなことはありません。現れます。なんかこう、イライラしてきたりとか、そういった精神的な症状が出てくることもありますので、A は誤りです。はい。そして B と C は正解。そして D なんですけど、人工的に配合された、女性ホルモンの一種であるエチニルエステラジオールは、膣粘膜に、適用されるものがあるが、この場合女性ホルモン成分は循環血液中に移行することはないよとありますけど、移行することありますので、なので D は誤りですね。ということで2番の B と C が正解となりました。では次行きましょう。問44番です。鼻炎用内服薬に配合される成分に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。A、B、C、D 全部正解。特に気をつけていただきたいのは漢
というか、生薬ですね。D の境外は、思想家の境外というところでは、思想家なんだなというところですね。ここのところしっかりと、確認をしておいていただきたいなと思います。はい。ということで、このあたりですね。まあ、全部正解なので、ここは、このまま流させていただきますので、答えは5番が正解となりました。では次行きましょう。問い45番です。鼻炎及び鼻に用いる薬の配合、成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、リドカインはということで、はい、こちらですね。A は丸になりますね。そして、リドカインというのは局所麻酔成分ですので、なので、麻酔効果で、痛みとかね、あと痒みとかそういったものを抑えてくれますので、はい、A は正解。それから B、アレルギー性鼻炎は鼻腔内に付着したウイルスや細菌が原因となって生じる鼻粘膜の炎症で風邪の、随伴症状として現れることが多いですよとあるんですけど、これはですね、誤りとなります。アレルギー性鼻炎というのは、風邪の随伴症状というのはアレルギーと言ってますので、アレルギーが原因となりますから、なので、これ、風邪の随伴症状で現れることが多いですよというところで、アレルギー性鼻炎、通常の鼻炎とか、そういったものであれば、風邪の随伴症状で出てくることはありますけど、でも、あくまでもアレルギー性鼻炎は、アレルギー性物質とか、そういったものが関係してきますので、B は誤りとなります。はい、それから C ですね。鼻粘膜が腫れてポリープとなっている場合には、一般用医薬品を長期間使用することにより、回復が期待できるため医療機関を受診する必要がないですよとあるんですけど、そんなことはありません。ポリープなどができているような場合はですね、しっかりと医療機関を受診してあげてください。一般用医薬品を漠然的に使い続けることは好ましくありませんので、もうポリープができているなということが分かった場合にはですね、これもすぐに医療機関を受診していくようにしてあげてください。ということで、C は誤り。はい、そして D が正解なので、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。はい、問い46番です。眼科用薬に配合される成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。眼科用薬に配合されるものなんで、眼科用薬、これいろんな成分出てきますので、すごくしんどいですよね。まずはですね、A は正解。それから B のスルファメトキサゾール、いわゆるサルファ剤と呼ばれるものですね。はい、こちら前にも書いてみました。サルファ剤と呼ばれるのは、抗菌成分となります。はい、なので、菌を殺す、いわゆる細菌を殺す成分となりますから、なので、細菌に対して効果はないが、いや、効果ありますから。そして、ウイルスや真菌に対しては効果がありませんので、B は誤りとなります。ということで大丈夫でしょうかね。はい。そして C、クロモグリック酸ナトリウムは、肥満細胞からヒスタミンの遊離を促進する作用を示しますよとあるんですけど、クロモグリック酸ナトリウムというのは、抗アレルギー成分となります。肥満細胞からヒスタミンの遊離を促進ではなく、抑制する働きがありますので、抑制することによってヒスタミンの働きを起こさせないというところ。そんなところでは、これ、抗ヒスタミン成分はヒスタミン受容体に結合するのを抑える。ただ今回は、肥満細胞からヒスタミンの遊離を抑制していくので、アプローチしているところが違いますから、ここのところしっかりと、抗アレルギー成分と抗ヒスタミン、スタミン成分の違い確認しておいてあげてくださいね。はい、ということで C は誤り、そして D は正解ということで4番が正解となりました。では次行きましょう。はい、次問い47番です。外皮溶薬およびその配合成分に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A、非ステロイド性の抗炎症成分であるインドメタシンは殺菌作用があるためということで、なんかあるかもしれない。いや、そう思っちゃうんですよ。試験当日とかはですね。なので、殺菌作用はございませんので、A は誤りとなります。気をつけておいてくださいね。はい、それから B は正解。それから C、カプサイシンはですね、カプサイシン唐辛子とかに入っているような成分ですよね。カプサイシンは、皮膚表面に冷感を与えてということで、カプサイシンは温
感刺激成分になりますので、ここ霊感というところですね、違いますから、この記述は霊感刺激成分の記述になりますので、カプサイシンは温感刺激成分なんだなというところで C は誤りとなります。はい、ということで答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い48番です。水虫、タムシなどの治療及びその治療に用いる薬に関する記述のうち正しいものはどれかということで、正しいのはこれ答えは3番が正解となります。1番、シクロピロクソーラミンというものなんですけど、イミダゾール系の抗心筋成分の一つでありということで、イミダゾール系のものに関しては、なんとかアゾールってやつがついてます、イミダゾール系は。なので違いますよね。シクロピロクソーラミン、なんとかアゾールってついてませんよね。はい、だから違うんですよ。はい、ということで誤りなんですけど、ちなみにシクロピロクソーラミン、一応ちょっと書いてみました。細菌の細胞膜に作用して、その増殖生存に必要な物質の輸送機能を妨げる働きがありますので、なので細胞膜の透過性を変化させたいとかっていうね、このイミダゾール系のところとは働きが違いますから、なので1番ですね、ここシクロピロクソオラミンではなく、イミダゾール系のもの、なんとかアゾールとつくようなものですね、そういったところが該当してきますので、1番誤り。それから2番に関しては、湿疹か、皮膚糸状菌による、皮膚感染かはっきりしない場合には、抗心筋成分が配合された一般用薬品を使用することが望ましいよとあるんですけど、いや、それは後にしてあげてください。先に湿疹の方ですね、そちらの方の対象を対応していただく必要がありますので、2番誤りとなります。そして3番正解で、4番に関しては、水虫やタムシに対する基礎的なケアと合わせて、水虫タムシ用薬を2週間ぐらい使用しても症状が良くならない場合は、自己の判断により別の抗菌成分が配合された一般用薬品に切り替えて、いや違います。もしね、しっかりと治らなかったよということであればですね、医療機関を受診していただく必要がございますので、4番は誤りとなります。はい、ということで問い48番は3番が正しい記述となります。はい、そして、次行きましょう。問い49番です。抗難用及び抗難炎用薬の配合成分に関する記述の成功について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解。それから B、一般用薬品の副作用たち、抗難を生じることはないとあるんですけど、いやあるんですよ。どういうものがあるんですか。そこまでは詳しく覚える必要はございませんけど、例えば総合感冒薬だったりとか、あとは抗菌薬とか、そういったものでですね、抗難とか生じていることがありますので、そこまでは具体的に覚えなくていいので、生じることがあるんだよというところを覚えておいてあげてください。はい、ということで、B のみが誤りなので、答えは2番が正解となりました。はい、そして最後です。一般用医薬品の、問い50番ですね。一般用医薬品の禁煙補助剤のうち、咀嚼剤に関する記述の成分について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A、B、大丈夫ですね。そして C、妊娠または妊娠していると思われる女性であっても、使用を避ける必要はないよとあるんですけど、いや、禁煙補助剤ですね。禁煙補助剤。確かに妊娠してね、タバコ吸ってる方もいらっしゃる方もいるかもしれないですけど、やっぱりね、お腹の中の赤ちゃん良くないので、なので、じゃあ、禁煙していこうということで、禁煙補助剤。いや、でもダメなんですよ。やっぱりニコチン製剤が影響を与えてしまいますから、なので、使用を避ける必要がございますので、 C は誤りとなります。ということで5番が正解でした。はい、ということでここまで大丈夫だったでしょうか。はい、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、いろいろ私が質問お受けしたいと思っておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。もちろん無料ですよ。はい、ということで、今日も動画を見ていただきまして、皆さん誠にありがとうございました。